1>, 1日は、グレゴリオ歴で年始から76日目にあたり、年末までラユシマ制度完成イタリア王国成立。画像は、初代国王、ビットーリオエマヌエーレ2世神戸大空襲、豊臣秀吉誕生ダイムラー社を設立した技術者、コットリーブ、ダイムラーイラストレーター、ケイト・グリーナウェイ。彼女を記念した絵本の賞、ケイト・グリーナウェイ賞がある。 画像は、デで第66代内閣総理大臣、三木武雄。画像は、大学時代 SF 作家、ウィリアム・ギブスン。代表作、ニューロマンサーは、サイバー・パンクの代名詞、自生録を表した、鉄人皇帝、マルクス・アウレリウス・アントニヌス・ボツ。花山天皇平安時代の武将、渡辺綱。鬼の腕を切り落としたという文学者、ラ・ロシフコウ。 しばしば引用される、新元集で知られる数学者、ダニエル・ベルヌーイ。ベルヌーイの定理に名を残す数学者、天文学者、フリードリヒ・ビルヘルム・ベッセル。年収試さを発見したほか、数多くの業績がある、ドップラー効果の関係式を見出した、物理学者、クリスチャン・ドップラー原子物理学者、イレーヌ・ジョリオ・キュリー。白血病で、死去公共建築に多くの仕事を残した。 建築家ルイスアイカ愛観没。画像は、ソーク研究所アイルランドの聖パトリックの祝日。ありがとうございます。